こんにちは、 MSS プロジェクトでございます。イエーイ。さあ、もうですね、時間の方もですね、ちょうど、はい、夜ご飯の時間が、お腹すいた、パパ、お腹すいたよパパ。お腹いった。じゃあ何食べちゃおうか今夜は。スープカレーが好きですね。ああ、そうですね。美味しいよね。スープカレー、ね。お、あ、砂肝が食べたい。ちょっと大人みたいな。次、お前が、次、いけ。あー、す、ね、かじりたーい。す、す、寿司が食べたい。さあ、寿司が食べたいね。皆様のために、今回はこんなものを用意しました。こちらです。ダダーン。超パンダおうちでコロコロ回転寿司。見てください、このファンシーさ。超パンダ。ね。超パンダ。35歳のおっさんがやったらね、さぞかし虚しいことでしょうね。そうだね。パンダスポーン。お、パンダスポーン。パンダスポーン。ブロックだ。壊さなきゃスポーン。パンダスポーン。壊せ。これはですね、まあ単純にだから、ちょっと回転寿司の気分も味わえる感じで、はい、だから皿も回せるし、うん、しかも、入ってる道具で、うん、パンダ寿司も作れるらしい。かわいい。寿司行こうぜ。超っていうぐらいだから、まあね、恐ろしいことになるんだろうな。うん、すげえよ。さあ、こういうのは、洗わずに使うのが MSSB スタイルで。見て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 。あ、カッパースタイル。やーべえ、これから食器を乗っけるものに何してるじゃん、僕。いや、俺関係ないでしょ、ここ。言い訳すんな。あっはっ。え？こいつやば。さあ、こんな感じで道具と、さあ、いきますか。これ電池入れなきゃ、また。あ、電池入れましょう。そうだ。あ、いるね。これは噂のパンダスポーン。パンダスポーン。こんな感じで、だから、うん、海苔をセッティングすると、ここに。あ、この形に切り取ってくれる、アイテムが入ってるんで、これでパンダ寿司が作れちゃうわけですな。よし。オッケー。よっしゃ、はい、じゃあ、まずは回してみようぜ。どんなもんか。そうだな。よいしょ。おー、回ってるせめてなんかこう、スッチを確かに欲しかったな、うん。はい、こんな感じで、回っておりまーす。じゃあ、食べよう。食べましょうか、寿司屋さん。はい、じゃあ、パンダ寿司作りましょう。ちゃんと酢飯と具材も用意してあるんで。手巻き寿司。まずは、酢飯。オッケー。水ちょうだい、水ビビビビビビ。お米カピカピ。まあちょっと、ね。お米カピカピだよ、お父さん。本当だ。ちょっと酢入れた方がいいんじゃん。酢。よーし、はい、いい感じかな。はい、いきます。じゃあ、具材もありますね。バーイ。さあ、早速パンダ生み出しちゃおう。オッケー。パンダスポーンで。まずはパンダスポーンでどうぞ。これパンダしゃもじでね、ちゃんと。パンダしゃもじちっちゃい。で、そこに入れると海苔。海苔パンダしゃもじちっちゃ。ちっちゃい。まあでもシャリのあれもね、やっぱ子供用に作られてる。まあねー、うまい。はい、けど海苔でもよしよし、じゃあパンダスポーンしちゃってください。よし、行くぞ。オッケー。パンダキックン頼むよ、キックン頼む。パンダスポーン。イエーイ。で、うん、よし、海苔をセッティング。あ、挟むんだ。なるほど。ここに。ああ、挟んで、うん、ちょうど顔のとこだろ。ちょうどだよ。パンダパンチがシャリから離れないように注意しよう。パンダパンチ。千住ピンチみたいな。そうとか。ああ、なるほど。ちゃんと押さえつけるわけで。お、どうだ。さあ、これで、パンダ寿司できたか。トゥル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 。ああ、かわいい。かわいい。できました、パンダ。パンダ寿司。パンダかこれ、うん、まあなんだろうねこれ、うん、なんかしゃくれたおじいちゃんみたいになってしゃくれたおじいちゃん、なんかシャレ神戸、ね、シャレ神戸、うん、そうだね、うん、これネタのない、ネタどこに乗ってんのこれ。ネタはだから布団みたいにかける。そうここにこうやってかける。ああそういうこと。じゃあちょっと、じゃあなんかかけようぜ。ああ、こういるの、ここにどんどん作っていける。そうだ。じゃあサーモンの布団かけてあげよう。あ、サーモンピンク。なんだろう。何でしょう。何だろう。それなんでしょうね。できましたー。いやー、パンダ寿司。かわいいねー。これじゃあこれ乗っけとこう。そうだ、これ。どんどん乗っけて、作って乗っけてけ。ウィーン。回ってる、シュールですね、これ。よし。あお前何やってんの。ちょっと後半はじゃあ、ああ、いいね。ちゃんと2つあるから。もう第一、ね。よし、オッケー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 。よし、お前、いけ、その。はい。そこで決まるから全部。はいよ。いきます。
ちょっと違う感じになったね。なんだゴミついてるぞ。何の布団かけてあげる？こいつはじゃあ、ブリ。お、これうまくいったんじゃない？これ。これを。あ、うまくいってる。すごい。お、なんでそんなぐちゃぐちゃなんだね、それね。ぐちゃぐちゃじゃないよ、これ。はい、できました。はい、できた。はい、もうなるな。おい。もうゲームやるかこれ。やりたいそれ。よし、よし、よし。逆だからね、あんたそれ。そうね。うえっ！ちょっとね。あ、まあまあまあ、でも。かわいいからいいんじゃないですか。オッケー。やったー。次何のお布団かける？エビ！そういう、そういう布団。え、一本？できたー。マジでエビは日本じゃないんですか。どんどん回していくよ。使いにくい。今文句言った人今。また文句言う。すぐ文句。まだそれは言ってはいかん。それエビ、そんなウルトラマンの会場いたな。よし、じゃあ、これもいけ。あ、これもか。はい。初体験、スマッシュゲ。ベッタベッタだな、このノリも。しゃあねえだろ、味のいらない。すぐ文句言う。文句だから。知れたか。お、エウ。おぉ、エビ、うまくいった。おいのほか。おー、かわいい。ちょっとかわいい感じですけど。何のお布団かける？何あるかな。ホットタテ。これでいい。ホットタテ。あ、じゃあそれで。あ、それでいいんじゃないかな。なんか、お布団っぽい。お布団っぽいね。やったー。できたー。できた。よし、じゃああと2つ作って。あと2つ作ろう。そろそろあのセリフ言って。これ、どう思う？使いにくいなぁ。もっと力強く。このしゃもじ使いにくいなぁ。狂気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 。このしゃもじマジね、これね、使いにくくないですかね、これね。これこっちのしゃもじじゃどうですか。ノリノリ新しいの。はい、それでもう場所なくない。そこに置く。ちげえよ。なんかちょっとできそう、なんかできそう、ちょっとちょっとかっこいいんじゃない、これ。かっこいい、かっこいい。ほらほら、できた、ほら。クローククロークなんか乗っけてあげる。ホタテ乗っけた。入りきらないです、ヘブさん。何これ、何これ。あ、ごめんなのできたけど。でも乗り感はそれが一番ある。あ、そうだね、確かに。これ回転して回ってたらちょっとクレーム言う。おい、これなんだよ。そうだね、こっちのクレームだ。どう見てもそれはクレーム。よし、いけ。うわ簡単に。あと乗っけてないな。マグロ。いやー、これマグロ。やっぱ真ん中ら辺にするとよりシャレ神戸感が出る。確かに。あ、普通の寿司になっちゃった。普通の寿司になっちゃったけど。イエーイ。はい、というわけでパンダ寿司完成しましたので早速試食していきましょう。イエーイ。どれ食べる？あ、自分で食べる。これそれ食いたかったのに。これどれだったっけ。ハマチ。一番最初のマグロ。これか。ブリか。エビ。エビ。お前これだろ。それは食いもんじゃねえ。ひでえ。ひでえ。ひでえ。お前作った人に失礼じゃない。今日パンダ寿司いただきます。作ったの自分なんだけどね。そういえば、うん、まあ普通にうまいかな。うん、じゃあいきます。チャリがしっかりしてて、うん、うん、美味しい。うん、残り2つ残ってるけど、わさびかけすぎや。あ、あ、わさび布団本当に作りやがった。はい、最初はグーじゃんけんほい、あいこでほいほい。最初はグーじゃんけんほい。イエーイ。しょー。あの、まあ、ノリは巻いていいぞ。あー、ノリはほぼノリやんけ、それ。あ、あの、わさびある。うわー、すげえ。ツーだね。うわー、いや、ツーやっぱり一番寿司食べてるからね、アロマ。いい寿司食べてるから。そうだ。の辛いけど海苔の味が強い。意外と意外と。やべえ、海苔万能説。じゃあそうですね、もうあとはね、どんどん好きに食べていきましょう。はい、はい、うわうわ、こいつこいつちげえ。あ、うんうん、こいつ海苔だけ食ってる。なんだこいつ。味海苔ってうめえよな。うん、どうすか。うん、シャリとご飯がめっちゃ合ってる。パリ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 、うるせえな端っこのやつ。
うまい。こいつ海苔マジになってる。見てこれ海鮮丼。あ、おいいね寿司。海鮮のこれ。うん。ストップ。うん寿司いいね。やべえ。これ大丈夫かあいつ。美味しそう。どう。おー、パンダ寿司超うめえ。最後パンダ要素なんかないね。だってこれ虚しくない。今パンダと目が合ってしまった。パンダの軽蔑された目が。というわけで今回はですね、パンダ寿司をお送りしました。これね、多分ね、お子様がいらっしゃる家庭とかだったらめっちゃ喜ぶと思いますんで。うんうん、あと、本当に簡単に作れる。こんなクソみたいなおっさんでも、あのパンダ寿司で作れたんで、はい、まあお子様でも多分全然簡単に作れて、非常に楽しい夜ご飯になると思います。じゃあ僕はこの後、ね、寿司1人3万ぐらいの寿司に行ってきますんで。はい。高えな。高えな、それ。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っています。ぜひご登録の方お願いします。ですね、登録ボタンはですね、こちら上の方とかですね、あとは、下の方のね、概要欄にもですね、いろいろ書いていると思いますので、ぜひご登録の方お願いできれば何よりでございます。おお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